今日はリチャムさんの力を借りて卵焼きを焼きたいと思います。なぜかというと、最近卵焼きが形にならないのです。どういうわけか、スクランブルエッグになってしまっちゃうので、ちゃんとした形の卵焼きを作りたいと思いますが、成功するかな。リチャム一箱、油で炒めた、ごま油ね。あとニンニクも体にいいというので、ニンニクも入れようかな。あら、ドバッと出たよ、ニンニク。あと卵4つ、キヨちゃんに割ってもらいました。マキちゃんが入れると殻だらけにします。ニンニクの匂いがすごいぞ、いい感じ。焼けてきたんで卵入れるんだけど、卵をこれでくるめるかな。リチャム一箱なんだよね、大丈夫かな。こんな感じになってて、今のところ順調だけど、うまくできるかな。だってごま油ってさ、焦げるよね、なるべく早めに返さないといけないのか。よし、ひっくり返すと天井に飛びそうなので、もう無難にちょっと最初から折ってみました。でも舌が心配、舌が焦げるかな。っていうか卵4つでこれをくるむのは厳しいだろこれね、キヨプ。やっぱり卵焼き無理だった。卵焼きっていうか、もうやっぱりスクランブルエッグ風になっちゃった。いつになったらちゃんとした卵焼き作れるんだろう。だいたいこのリチャムを半分ぐらいにしとけばよかったよね。反省。なんとか焼けたけどね、こんな風に焼けたけど、スクランブルエッグになっちまった。でこのケチャップが下の方になってたんで、拭いてトントンってやったらお腹に飛んだんだよね。今着てないから映せないけどこんな感じになったよ。食べるときやばいよ絶対に。さて問題のサンドイッチ、どんな味かな。いただきます。こんな感じ。ケチャップは効いてて美味しいぞ。卵焼きにはならなかったけど、美味しいよ。ニンニクが後から来る。冷めるとドローニャソーセージみたいな、こういう風にやってちょっとからしかわさび入れたらやるかな。でもボリュームたっぷりです。